この巣場。なんだお前は、この私にぶつかって詫びもないのか。ごめんなさい。私は貴族だぞ。もっと謝り方というものがあるだろう。待て。なんだお前は、無関係なよそ者が何様のつもりだ。見てしまった以上無関係とは言えない。ほう、冒険者風情が私に盾つくか。ここまで私をコケにしたからにはただでは済まさんぞ。何？よく見たらなかなかの美女ではないか。お前に代わりに謝罪をしてもらおうかな。その体で。体で？そのような定番のセリフを言う貴族に本当に遭遇するとは。恐怖で後悔しておるのか。もう遅い。ちょうど使用人が減ったところだ。お前には私の屋敷で働いてもらおうか。使用人か。望むところだ。威勢だけはいいな。使用人、一度経験してみたいと思っていたのだ。横暴な貴族の屋敷で使用人。先輩使用人に散々嫌味を言われながら駆けずり回り、羊の必要でいやらしい姿勢に耐えながら、滅私奉公。体力の限界までこき使われ、息も絶え絶えになっていると、とどめとばかりに言われるのだ。おいお前、何を休んでいるんだ。本当の奉仕はこれからだ。私の部屋でたっぷりこき使ってやる。寝られると思うなよ。疲労困憊の私の抵抗も虚しく、寝室へと引きずり込まれ、そこで私は。何をブツブツと言っている。早くついてこい。こき使ってやるからな。楽しみだ。私もだ。ん？あれはダークネスじゃありませんか。使用人のくせに態度がでかいぞ。私にひれ伏せ。私の体を自由にできたとしても心までは屈しないぞ。覚えておけ。面白い。その威勢いつまで持つかな。ダクネスは楽しそうですが、これはカズマたちに知らせておいた方が良さそうですね。俺の潜伏スキルも板についてきたな。こんなザル警備、今の俺にとっては朝飯前さ。ダクネス、ダクネス、どこにいるの？アーク、あんまり大きな声を出すと見つかってしまいますよ。誰か助けてくれ。おや、この人、ダクネスを連れ去った人です。でも助けてくれって言ってるわ。どういうこと？ダクネスと何かあったの？ダクネス、そうか、お前たち、あいつ、いや、あのお方のお供か。頼むから連れ帰ってくれ、早く。お、お前がダクネスを連れ去ったんだよな。なのに連れて帰ってくれ。こんなところにいたのか、ご主人様。下品な男をご主人様と呼ばざるを得ないこの状況、最高だ。早く私に用事を言いつけろ。それでも貴族か。あとうっかり割ってしまった花瓶のお仕置きはどうした。いいです、結構です。あの程度の花瓶、弁償していただくまでもありません。何これ、どういう状況なわけ。俺にはなんとなく分かってきたぞ。ララティーナ様、どうかどうかご容赦ください。昼間の件は私が悪かったですから。ララティーナと呼ぶな。それとこれとは話が別だ。もっと私をボロ雑巾のようにこき使ってみせろ。別荘もありません。ダスティネス家のご令嬢にご無礼を働いたと分かれば、当家のような位の低い
それでも貴族か軟弱者。なるほど、ダクネスが自分より位の高い貴族だと分かっておじけづいたということですか。すみません、うちの変態クルセイダーがご迷惑をおかけしたようで。まあ無事でよかったわ。ほらダクネス、貴族の人も困ってるわよ。困っているのは私の方だ。まだ私は使用人としてのあれこれを何もされていないのだぞ。屋敷の使用人たちに囲まれ、鎧を脱がされた時の胸の高鳴り、それがいざ使用人の服に着替えようとしたら、私がうっかりダスティネス家の紋章を見られたばかりに。お願いです、御所ですからララティーナ様を引き取ってください。もう二度と街であのようなことはしませんから。ってことで一件落着したことだし、諦めて一緒に帰るぞ。ララティーナ。ララティーナって呼ぶな。